桃から生まれた桃です。今日は、お久しぶりに整形のお話をしたいと思います。イエーイイエ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 イ。はい、私の動画で一番叩かれる動画ですということで、今日はスタバの新作、これイチゴとなんかセットにしたんですけど、フィニッシュじゃーんとワッフルです。美味しそう、美味しそう。せーの、ほんうまっ。ということで、すごいね、整形についての動画は叩かれがちなんですけど、もうね、これを見て、整形しなくてもよかったのにとか、なんか叩く人は、これを見ても、そう思うのかなって、私は、なんか比較画像を自分で作ってて、思ったので、ちょっと動画にして、たくさんのね、マジで賛否の意見があったけど、まあ、やっぱり写真を見ると、全然私はしてよかったなって思うし、まあ、もちろん逆で、なんかこれしなくてもよかったなとか、まあ、いろいろ溶かしたりとか、やり直したりとかもしたので、それを、今までのね、インスタで来た DM をどんどんスクショしてたんですよ、私今まで。なんで、それを全部今、神田くんに送って、質問をまとめてもらったので、はい、それを答えていきたいと思いまーす。初めて整形したのは、いつですか？オオカミくんの撮影が終わって、二重整形をしました。初めてのその整形もりさこ先生なんですけど、マジで、もう6年ぐらい経ってるけど、未だに埋没が取れてないですね。長年アイプチしてる人は、まぶたがたるみすぎて、もうおばあちゃんみたいになっちゃったりとか、なんかお肉が多かったんで、まぶたの。普通のアイプチじゃ無理で、つけまのりでアイプチしてたのね。それは皮膚のことも考えたら絶対にやりたいなって思ってたので二重をしました。じゃあ次いきます。今まで整形した箇所、はい、全部教えてください。はい、これ言ってないよね、まだいいよん埋没の二重、鼻、顎、ヒアルロン酸、鼻の整形、熊取り、目頭切開、垂れ目埋没3回、おでこの脂肪注入、エラボトックス、口角ボトックス、小鼻ボトックス、あと目の左右差を整えるために左のここだけボトックス、涙袋のヒアルロン酸、順番がバラバラになっちゃった、あと唇ヒアルロン酸、糸リフト、顎下の脂肪吸引、二の腕の脂肪吸引、あとほっぺのヒアルロン酸入れました。ほっぺにヒアルロン酸、これだけ整形しました、そしてヒアルロン酸についてなんですけど、涙袋と鼻と顎のヒアルロン酸は全部溶かしてます。涙袋がなんかヒアルロン酸入れすぎとか今結構コメントでたまに来たりするんですけど、それはクマ取りをして自前の涙袋が出てきただけで、今は何も入ってないです。唇は韓国に行った時にヒアルロン酸をしました。そう、ちょっと本当にうまくて、韓国の、なんか自然じゃない、で唇については、私は日本でちょっとクリニック名は伏せるんですけど、何回か入れてるけどまた溶かしたりとか結構してて、あるクリニックで入れに行ったら、海外のインスタグラマーさんみたいな唇になってしまって、もう速攻連絡して次の日の朝に溶かしました、ってぐらい本当にやばくて、で韓国でやったら本当にめちゃくちゃいい感じになったので、唇のヒアルロン酸はやる人によるなって思いました。鼻とか涙袋とか入れすぎると本当におかしくなるから、なんか入れすぎてた期間とかの写真とかを見ると、マジでナメクジだなみたいな思いますね。うわ、これやばい、わかった、ヒアルしか勝たん状態、もうここがそもそも低いじゃないですか、この時って。だからもうこっから同じ高さみたいななって、マジでアバターになるんで、本当におかしかったなって思います、だから今とかなくしてこっちを高くしてよかったなって、もうその時まだ結構自力で調べて、けどなんかどうしたら、もう何したらいいか分かんないみたいな感じで失敗したのがこちらでしたね。なるほど。そしてボトックスなんですけど、ボトックスはエラボトックスとかはやると歯ぎしりとかがマシになったり、口角ボトックスだったらちょっとここがキュイって上がったり、これもエラとかを、いろんなとこをボトックスやりすぎると笑えなくなります。あ、なんか一時期めちゃくちゃやばくて、韓国でも、そう、忘れた、肩ボトックスも打ちました。なんか顔のボトックスよりは少し効果が遅れて感じるって先生が言ってました。はい、じゃあ次いいですか。はい、じゃあ次が鼻ですね。鼻がずっととんがってました、鼻先が、それを自然に丸く
するために、うん、私は軟骨を移植して、うん、で、あのここに移植したんですけど、うん、ちょっと上ら辺に入れてもらってで、めちゃくちゃ丸くしてもらいました、うん、これはどこでやったのか言ってなかったんですけど、 R ビューティークリニックの吉田先生にやっていただきました。軟骨の移植の鼻のダウンタイムってマジでやばくて、マジで鼻チンコガチでもうなんかどん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 縮まってきて、うん、でこれまだ 4,5 ヶ月目ぐらい、うん、半年も経ってないので、うん、全然まだ落ち着きます。でこれが本当にマジの完成ではないけど、うん、やっとチンコっぽくなくなってきたみたいな感じなんですけど、うん、2ヶ月ぐらいは鼻水が勝手にスーって垂れてくるのと、うんうんうん、あと鼻くそがめちゃくちゃ出ます。それは鼻整形した後に起こることだなって思いました、うん。じゃあなんかそのプロテーゼとかそういうのは入れてないんだ？入れてないです、うん、プロテ入れてるってすごい聞かれるんですけど、マジでプロテは顎にも鼻にも入ってないです、うん。じゃあ目で、うん、まあ、さっき二重の話聞いたんですけど、はい、それ以外の二重以外でやった目の整形を教えてください。クマ取りと垂れ目の埋没が3回、それがなくなってきたから半年に1回やらなきゃいけなかったの、うんうん、すぐ戻るから、うん、なんで垂れ目を切った。垂れ目の埋没って初めて聞いたんだけど、どういうこと？なんかほんと糸でピュッてやるんですけど、あやりたてはめちゃくちゃいいんだけど、ほんとにすぐ戻るの、うん、先生もすぐ戻るよっていうのは私にも伝えてたんだけど、うんうん、意外とそのほんとに自然にやってくださいって切ったら、うん、マジで今めっちゃさ、あの怖い垂れ目じゃなくない、うんうんうん、だからあなんか切った時からはちょっと戻っちゃうから、うん、少しやりすぎな方がいいって言うんですけど、うん、私は切った時から自然な感じが良くて、うん、今もなんか完全に全然垂れ目じゃないけど、うん、もうこんぐらい自然でも私はいいなっても思いました。うちが思ってるやりすぎな目ではないなって思いました、うん。あと目尻切開をしたんですけど、うん、目尻切開は2回しました。目尻切開はここを切って、うん、あの目尻をの幅を広げるんですけど、私は割と目の位置が近いんですね、うん、近い方なのでここの余白が多く見えるから、うん、こう切ってみたけど、目尻切開も割とすぐ戻っちゃうけど、切りすぎたら切りすぎたでここがパッカンって見えちゃうのね、うん、だから私はもうパッカンって見えない程度の感じに 2,3 ミリぐらいを切って、でまた完璧に戻った 2,3 年後にもう一回切りました。そしてクマ取りなんですけど、クマ、うん、取りだけはマジでやってよかったです。本当にやってよかった、うん、なんか私のクマ取りは目の中から脂肪を取るんですけど、脂肪ってこことここがバーって繋がってるのね、うんうん、だから私二重結構重い人だったので、いずれまぶたの脂肪を取っちゃおうかなと思ってたけど、クマ、うん、取りしてからそれがめっちゃ改善されて、朝起きてむくんでる時でもちゃんと目は、うん、あのむくまず、本当に私もクマも消えて涙袋も出てきて、うん、やってよかったなって思いまして、うん、おすすめだけど痛いしダウンタイムが長いです。でおでこの脂肪注入、その同時にやったおでこの脂肪注入なんですけど、うん、これもマジでやってよかったです。これ見て思うのが、あの鼻はもちろんなんですけど、全体的なシルエットが変わってると思うんですね、うん、おでこは私割と広いけどぺちゃんこな方っていうか、全体的に顔がのっぺりしてたから、うん、太ももの裏の脂肪をおでこに入れたんですけど、太ももの裏の脂肪注入って言っても、脂肪を取ってもあの太ももの裏が細くなるわけではありません。おでこに入れる量なので全然細くもならないし、おでこの脂肪注入は先生に聞いたところ2回ぐらいでやっと定着するらしいので、私はまだでも1回目なんですけど、割ともうこれでいいかなって思ってます。顎下の脂肪吸引をしたんですね。でこれが10代ぐらいの時にやったんですよ。顎下の脂肪吸引は本当にやってよかったなと思うんですけど、で脂肪吸引、あと私二の腕も最近しました。してましたね。ダウンタイムの私の裏垢のストーリーがこちらです。もう色やばくない？やばい。で、なんかうち顎下の時そんなことなかった、多分範囲が狭いから。で、一時期バンドをしてて、あの1週間ぐらいバンドをして2週間ぐらいは少し腫れてるので、横顔のここが開いてるとやっぱすっきり見えて、横顔がすっごい綺麗になります。だから骨削ってないですね、私は。よく言われるんですけど。で、小顔矯正は私が今通ってるここのお店がめちゃくちゃすごいので、ここがもうほぼ私の小顔を作ったと言っても過言ではないぐらいのところです。整形ではないですね、小顔矯正も行きました、はい。で、そう、脂肪吸引なんですけど、はい、ここを立った時にここをカクカクってまっすぐしたくて、ここだけ取ったんですよ。なるほどね。はい、なんで今多分3週間目ぐらいなんですけど、もう全然あざもなくて、
あの全然快適に動かせます。なんででも二の腕はマジでやってよかったなって思う、うん、で、はい、二の腕の脂肪吸引は梨紗子先生にまたお願いしました。じゃあ次いきます。はい。じゃあそんな中で、はい、一番辛かった整形は何ですか？熊取り。熊取りなんだ。熊取りだけやったら分かんないんですけど、私はその目頭と熊取りとおでこを全部一気にやったからマジで辛かった。と同じくらい鼻ですね。鼻変じゃないとか言わないでください。まだ DT です。DT 中ね。はい。じゃあ逆に、はい、一番辛くない整形は何でしたか？まあでも注射系とかはダウンタイムがないし、あと垂れ目整形、垂れ目切った時なんか3日ぐらいはすごい腫れてるし、結膜下出血もしたし、なんか違和感とかあったけど意外と短かった。多分もっと やばいと思った。忘れてました、私小鼻縮小を10代ぐらいの時にしました。小鼻縮小は小鼻をプッてちっちゃくするんですよ。それは楽だった。意外とほんのちょっとだけやったけど、あれは結構戻りやすいらしいです。2回目の整形でこう高くしたので意外と戻ってもあんまり気にならないですね。もうピュッてなってるんで。ちなみにさ、そのちょっと気になったんだけど、鼻整形するじゃん、うん、鼻ってさ、触っていいの？19歳ぐらいに鼻やったんですけど、そっから私エッグのパンスト企画一切やってない。それやっぱ、なんだろう、あ、整形してるからって言って、うん、あの鼻やってるんで NG でって言って、うんうんうん、ちょパンストマジやりたかったのに、うん、まあ、あんま触っちゃダメって言われます。でそんな中で、ダウンタイム中の生活について。うん、ダウンタイム中の過ごし方はずっとネトフリを見たりとか。だから私鼻整形の時ハリーポッターを全部見ました。あの3日ぐらいかけて。で引きこもりすぎて神田くんと兄が心配してラウンド1に連れてってくれて、はい、プリクラを撮ったんですけど、鼻のテープをしてプリクラ撮ったこちらがあります。あの写真がもう携帯を見てなかったの、病むから、うんうん、でもうダウンタイムあるあるなんだけど、顔で何度もチェックして病んじゃったりとか。私は熊取りの時はもう涙が毎日出てきました。マジでスーパー帽子とマスクかぶってスーパー行って、やりたかった自炊とかパエリアとか作ったりとか、もう気を紛らわせて、でネトフリを一生見て、 LINE 漫画何ぐらい課金しましたね。で、あとまあストーリーで SNS とかはなんかあんまりダウンタイム中っていうのはあんまり言いたくないから、うん、過去の画像を使ったりとか。鼻の時はあの犬とかの加工は鼻が隠れるので、なんか犬の加工でストーリー撮ったりとかしてましたね。ダウンタイム中のなんか面白エピみたいな、あれ僕いいっすか？はい。整形した日に、うん、まあ、確かにその鬱すぎて出れない内容の時もあったけど、そうじゃない、俺からすると、え、それで外出て遊んでていいのって思うんだけど、普通外出歩いてたりしない？あ、そう、私ね、鼻の時はお酒とかも飲んじゃダメなんで、うん、お酒禁酒してたんだけど、うん、どうしてもみんなに会いたくて、うん、その時ちょうどエッグの集まりがあったのね、うん、なんかメンズとか、うん、編集長とかもいて、うん、もうマジでテープつけて、あのマスクして行ってノーマルでみんなと言いました。で、ダウンタイムでも私普通に友達とご飯行きます、ね、うんうんうん。じゃあ整形を参考にしてる人、うん、整形を参考にしてるっていうか、あ、この鼻がいいな、誰、例えば芸能人の写真見て、うん、これとか、なんか好きなアイドルの写真見て、この鼻にしたいとか、この面にしたいとか、この唇にしたいとかみたいな、何を参考にしてるのかとか、あと何のどっから情報を得てるか。あ、でも最近はツイッターでマジ整形とか整形のレポートとか調べたりとか、何々して本当に良かったみたいなツイートとかを見て、まあ本当鼻くそがめっちゃ出るとかも共感するわみたいな思ったりとか、ツイッターで結構見るのと、あと参考にしてる芸能人とかは、うん、なりたい顔とかも特になくて、橋本環奈さんとか佐々木のぞみさんとかになりたいけどなれないじゃん普通に。橋本環奈さんも佐々木のぞみも伊藤桃にはなれないから。なりたくないから。そんなことないでしょ。違う、何になりたい顔って絶対あるじゃんね。でもなんか別に配置とか違うし慣れないから、今思うことは本当自分の顔を生かしてメイクとか整形とかって大事だなって思いました。整形をしたくなる時はどんな時か。メイクしててここもうちょっとこうだったらここのメイクいらないのにとか、あと三面鏡でよく横顔のチェックをしたりとかしてるんですけど、はいはいはい、うわ私ってここダメだなとか、ここ
こうしたら可愛くなれるみたいな感じで思ったりとか、写真撮った時とかかな、結構外カメでどこを加工するかってあると思うんだけど、私はその二の腕のポコもピュッて直してたし、だからなりたい顔って結構加工でわかるなと思って、メイクどうにかならないのかなとか、ダイエットどうにかならないのかなとか、自分なりに頑張ってからもうこれは整形しちゃおうみたいな感じに最終的に至ったり至らなかったり。なるほど。今後したい整形はありますか？もうないです。おお。私ずっと1年前から言ったんだけど、鼻をやり直したいっていうのは本当にずっと言ってたの、うん、だからでもこれが今年できたから、1月にもうこれで鼻も多分どん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 これから落ち着いてくると思うし、もうないですね、マジで。もう顔はこれ以上いじったら絶対に違和感出てくると思うし、自分の原型があんまなくなっちゃうなって思うから。なんでメイクでも自分の顔は作れるし、本当は太ももの脂肪吸引をしたいけど、私はアパレルの仕事もやってるんでそんな時間もないので、うん、ダイエットします。まあ、ボトックスとかをたまに打ったりとか、唇のヒアルロン酸をちょっと暇の時にちゃちゃってやっちゃったりとかはすると思うけど、だから顔がこれから変わることはないです。まあ、コンプレックスがあれば整形してもいいと思うし、なんか自分が自信持てるならしてもいいと思うし、整形はとか偏見はもう本当に今の時代今更ないから、周りの子でほぼやってない子いないのよ、マジで。だからさ、ダイエットしたり整形したりとか、だからもう一個の美容知識として、女の子が可愛くなって自分自信がついてメンヘラにならなかったりとか、私可愛いからってみんなが言えたらよくないって思った。やっぱ自分自信が持った方が何事も楽しく生きれるのかなって思うから、コメントにちょっとあったんだけど、もっとすごい整形してる人は大掛かりな整形してないじゃんとか言われるかもしれないけど、まあ、私なりの美容はこんな感じでしたね。私の2年ぶりの整形のお話全部しました。はい、ということで、まあ、結構話したんですけど、質問とかあればコメントでお願いします。はい、それではバイバーイ。あ、歯は自前です。